こんばんは。お疲れ様です。公演ありがとうございました。ちょっと髪の毛が結構ボサボサなんだけど、後ろに流しとくよいしょ、しゃしゃしゃ。公演でした今日は。さっきまでご飯食べてたから全然準備してなかったマイカー公演ありがとうございました。久しぶりの単独公演、結構久しぶりだったんですよ。本当に1ヶ月とか結構そんぐらい。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。それでね、あと5月ももう今日でラストっていうことで、また明日から6月なんですけど、すごい長いね。長かったっていうか、でも5月は結構やっぱり G7 とかあったから、結構あんまりライブとかがなかったんやけど、来月は皆さんと会える機会が増えたら嬉しいな。もっともっと増えたら嬉しいかも。こんばんは。こんばんは。なんかちょっと胸元が寂しいからネックレスつけよう。なんかつけてたんだけど、衣装を着終わって着替える段階で外しちゃったんだよね。でもなんか黒しい、あまりにも。うん、つけてから配信すればよかったんやけど、ね、すごい忘れてたいつもショールームはギリギリに準備してる。無理かも。ちょっとでも公演楽しかった。嘘、ありがとう。下を向いて全集中させる。うわ、今日無理かも。ネックレスってさ、絶対なんか構造上間違ってる気がする。もっと一人でつきやすい構造にしてほしい私めっちゃ下向かないとつけれない。諦めようかな。ちょっとね、私のなんか今日はちょ若干手汗がツルツル滑ってるので、今日やめます。やっぱりやめよう。ちょっとシンプルなんだけど、まあいっか、諦めた。前でつけてくるっと思う。あー、確かに前か、見えるかな。確かに前か。あんまやったことないかも、結局見えないから。あ、でもいけたかも。イエーイ、かわいい。いけました。かわいいんじゃない中に宇宙が入ってる。かわいいでしょ。これしか持ってないんだけど、ネックレス新しいの欲しい。ちょっと最近探してるけど、いつも同じやつつけてます。服おしゃれ。今日めっちゃダンスできそうな服なんですよ。すごい。できないんだけど、そんなに
そんなにできないんだけど、めっちゃ行ったらスタッフさんとかにすごいキメキメだねって言われた。確かにダンサーっぽいかもしれない。ダンスできそうな格好。ダンスはできます。イエイエイ、チェケラチェケラ。今日あーちゃん来てたの。そう、今日あずささんが見に来てたんですよ。そう、びっくりしました。私も来るの知らなくって、なんかソラハに誘われて来たらしい。めっちゃ緊張しました。後ろの方で見てて、あー見てるって思いながらやりました。あと写真集もちょうど持ってきてたんでお渡しできました。よかったよかった。そう、なんかあずささんマイカ見たことないっていうか知らなかったらしくて、マイカっていうものができたんですよって言った。うん、でもよかった。感想は聞けたの。いや、すごい褒めてくださいました。めっちゃ楽しかったって。うん、すごいなんか研究生とかと話したりとかすごい優しかったです。ありがたいね。今日皆さんのコールめっちゃ聞こえました。ありがとうございました。今日メールでコール待ってますって言ったんですよ。コール待ってますって言ったらすごいなんか今まで以上にめちゃくちゃ声が、おきちゃんコールが聞こえてきました。ありがとうございました。嬉しい。やっぱコールあると、コールがなんか自分のコールがあるとないとじゃ全然変わりますね。後ろから叫ばせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。やばい、今お香炊いたから煙くなってきた。煙たい。なんかいい匂いにしてから配信しようと思って炊いたんですけど、なんかふわーって後ろから来てる。煙い煙い。何の香り、なんだろう、桜かな。昔買ったやつ、4月ぐらいに。若干煙かったです。おすすめのお香ってありますか。私も全然買ったことないんですよ。京都の旅行に行った時に買ったやつだから同じやつしか使ったことない。こんばんは。こんばんは。和が似合うよね、よく言われます。よく言われます、和が似合うって。今日何飲んでるの。今日ミルクティー飲んでますよ。ミルクティー大好きなので。カラカラミルクティー、カラカラ。もうほぼない、飲み切ったかも。美味しい。
ミルクティーカラカラです。タピオカ入ってる？タピオカ入ってないですね。音大きい。うるさ、全然揺らしてないのに。写真集重版、再重版おめでとう。ありがとうございます。そうなんですよ、この間発表されました、昨日かな。一応昔言ってた嬉しいお知らせっていうのは一応再重版のことなんですけど、ただ再重版なんだけどまたさらにちょっと嬉しいお知らせがあるので楽しみにしててほしい。ありがとうございます。またでもそれがいつ発表するか分かんないけど、まあ発表できたらいいなって感じ。そろそろ楽しみに。ワクワクね、ワクワク。なんだろう、イベント、いやでもイベントではないんだよね。イベントもやりたい、やれたらいいんだけどイベント系ではないです。でも多分予想できないと思う、多分これはね予想できる人いない気がする。でもまあ嬉しいと思うので楽しみにしててください。まだ言えないんだ。言えないけどもお楽しみに。遊泳解禁、遊泳解禁いいですね。でもなんかあれですね、全然写真集関係ないんですけど、最近っていうか今日発表されたなんかお話し会のなんかリアル、私あんまちょっとよく分かってないんですけど、リアルお話し会がなんかあれらしい、追加販売できるらしい。皆さん知ってます？なんかね完売してたんだけど、なんかその1時間の枠が増えたらしいんですよ。だからまた買えるらしい。そうコロナがね緩和されたから、なので皆さんお待ちしてます。なんかね前の福山来た方いらっしゃいますか？福山の時めっちゃ近かったんですよ、もうこの距離みたいな。しかもなんかアクリル板も板じゃないっていうか、なんかラップみたいな薄いんですよ、結構へにょへのの。なんかめっちゃなんか全然板って感じじゃない、なんかもうまあラップはちょっと言い過ぎたけど、めっちゃなんか薄めっていうか全然あってもなくても変わらないんじゃってぐらい薄い。そうで、なんか来た人もねすごいもう握手してないだけだねみたいな感じだったんで、多分大阪もそうじゃないのかなって思うので、うん、しかも浴衣なんですよその日は。なのでぜひ皆さん楽しみにしていてください。待ってます、お待ちしてます。今多分受付が始まってるのかなって思うんですけど、ぜひぜひお待ちしてます。皆さん待ってます。浴衣ねなんか選べるらしくて、まだ決まってないんだけど、まだ決めてないんだけど何色がいいかな。今年は去年何着る予定だったかもあんま覚えてないんだけどなんか着たい、なんかね身長によって浴衣の種類が結構限られてて、160センチ台になったら結構種類あるんだけど、150センチ台は意外とそんなにないんですよね。裾上げしてないやつならいっぱいあるけど、貸してもらえるんですよ浴衣。
なんかいい色ありますかね。迷ってます。160のでも切れそう。でも160から165なんですよね。だからちょっとどうなんだろう。なんか若干怖いよね。迷ってる。水色とか白にしようかなって思ってるけど、ターのお礼しますね。ちょっと書かねば。ああ、メモ帳どこ行ったんだろう。ちょっとメモ帳が見当たらないので普通のノートに書こう。白ね、白が売り切れてなかった。売り切れっていうかメンバー内で売り切れてなかったら白にしたいね。白売り切れそうだな、すぐに。早い者勝ち、早い者勝ちってか、やっぱ可愛い浴衣は競争率高いですよね。早い者勝ちなのかな、あれって。タワーありがとうございます。トットさん、タワーありがとうございました。公演もありがとうございました。ありがとう、こちらこそありがとうございます。公園も見つけました。まあどんな浴衣の色を着るかはちょっとお楽しみに。まあ、個人的には白か水色にしようかなって思ってます。どうしようかね。うん。きちゃんは黒のイメージだから思い切ってピンクとか。ピンクか。ピンクね、どうだろうね。昔ピンクの浴衣着た時あんま似合ってなかったんだよな。なんか色かな、なんか浮いてた気がする、その時は。楽しみ、リアル大阪待ってます。お待ちしてます。昔ね、なんか新春元旦の生写真かなでピンクの晴れ着を着たんですよ。浴衣じゃないんだけど、やっぱね、なんかその時結構濃いめのピンクだったんだけど、やっぱなんか多分パーソナル的に合わなかったんですよね。ピンクはちょっと違うのかなって思う。なんかね、自分でも思った、あ、これちょっと違うなって。何にしようかな。でも自分で浴衣持ってくるメンバーもいます。ココアさんとかカープの浴衣、あとアリちゃんさんとか。だから自分で買うのもありだけど、まあ多分私はあれだからね、多分もうお話し会以外で浴衣を着ることはないから、せっかくなんで借りようかなと思います。大阪外れて諦めてたけど再チャレンジ。なんていいんだ、再チャレンジお待ちしてます。最高、待ってます。最高。お話し会がもうあと2回しかないのって結構信じられないよね。まあ振り替えはあるけども、なんかそんなに ないっていうのが早い。7月で終わりっていうのが
多分すぐ来そうな気がする。ねえ、あっという間だね。ねえ、あっという間やん。私とお話できましたか、皆さんどうでしたか。いっぱい話せましたか。話してたら、話すことができてたら嬉しい。もっと話したいね。話したいですよね。なんか少なく感じるな。はーいって、ありがとうございます。大阪で個別初参加なんで、お手柔らかにお願いします。待ってます。無言で見つめ合いとか OK、 いいけどオンラインでの見つめ合いよりはリアルの方がいいかもね。オンラインってなんかカメラ見つめるか、メンバー見つめるかで目線の合う合わないあるかも。こんばんは、こんばんは。そう、それはねちょっと気まずいかも。オンラインのが恥ずかしい。お、そっちタイプですか。珍しい。それはそれで珍しいかも。6月からいっぱいライブとかできたらいいな。ライブとかフェスとか、コンサートもあるか、まあ、コンサートはまだか。いろいろできたらいいな。ツアー楽しみですね。ね、今一番楽しみかも、ツアー。私はね、新潟に行きたいって、あ、もうショールームでもよく言ってね、もう、あ、新潟行きたいアピールしてるんで、新潟のメンバーになったらめっちゃ嬉しい。ぜひ新潟に行って。新潟なんで行きたいん？遠いからかな。遠いところに行きたい。仕事で。え？行きたくないですか。遠いところってなかなか行かなくないですか。だって大阪とかだったらまあ嬉しいけど、まあ行こうと思えば行けれるけど、新潟なかなか行けない。まあでも旅行とかはできないんだろうな、観光的な。でもファンの方は大変かもしれない。ファンの方は大変かもしれない。ファンの方的には名古屋とかがいいのかね、ちょうど真ん中、日本の真ん中。まあ東京とか大阪もかな。わいわわいわい新潟に行きたい。わいわい新潟に行きたい。でも東京と大阪は全員出る予定。まあなんで確定です、確定います。この間からでもツアーのレッスンが始まったんですけど、マジで人数多すぎて、いや、コンサートするのかなってぐらい人数多くてびっくりしました。研究生はいないけど、やっぱ研究生以外がいるってなるとめっちゃ多かった。あ、こりゃ多いぜって。
3期はいないですね。研究生は研究生のツアーなんで。正規面だけでも結構多いよ、正規面だけでも。マジで学校のクラス一クラス分ぐらい。PR 舞台面は全部に出るとかないの？ないね。誰がどこに出るとかまだ分かんないけど、しまだそんなめちゃくちゃ決まってるわけじゃないけど、メンバーの予想は16人でツアーするとしたら、2人は、まあ、ポジションとか移動したらそうならないかもしれないけど、2人ぐらいは全部行くことになるんじゃないか説出てます。まあもしね、そこのポジションとかがねあれだったら無理だけど、ワンチャン、ワンチャンいけるんじゃないか説。16人だとね、2人アンダーがいないことになるみたいな計算を誰かがしてて、私は全然計算してないからこれが正しいのか分かんないけど、頭いい人が計算してました。どうしようとか言って19人ポジションとか やったら結構めんどくす、めあパパパパ覚えなきゃいけなくなっちゃう。ふくちゃんか、そうです、ふくさんです、ふくさんですね、ふくさんが言ってました。結構大変かもね、そのメンバーは。でもいいな、それはそれで。でもそうならないかもしれない、そうならないかもしれないです。何日レッスンしたら覚えられる？でも大体1曲なんか人数によるけど、新曲とかだったら2時間から3時間かな、既存曲だったら1時間か30分とかぐらいかな。1曲ね、1曲フルで時間取ってある、そんぐらいは。うん、覚えるの早くなった、早くなりました、めっちゃ。さすがに多分 STU 曲だったらシンポジでも全然1時間なくても大丈夫です。なんでかって言ったら、なんでかって言ったら、もう6人バージョンとか7人バージョンでやってるので、16人バージョンとか7人バージョンは16人バージョンの振りを分割してできてるので、少人数の方ができてたら大人数に入ってもあとはもう動線だけなんで大丈夫です。そう、なんかね、覚えやすい覚え方みたいなのがあるんですよ。覚えやすい覚え方っていうか、なんかね、これは企業秘密っていうほどでもないんですけど、まあ、よくある構造でね、例えば STU の曲は16人バージョンじゃないですか、16人でやるじゃないですか。
でもフェスとかで6人しか出ないって時は6人に直すんですよ。そしたら6人だったら、まあ、ポジションが 6個あるんですよ。で、だいたい1、2、3はなんだろう、最初に歌われる、まあ、序列が上で、4、5、6が1個下がったバージョンなんですよ。で、1、2、3と4、5、6はだいたい振りが同じなんですよね。1、2、3は1、2、3で一緒で、4、5、6が一緒みたいな。だから1、2、3が歌ってる時は4、5、6が踊ってるんですよ。で、4、5、6が歌ってる時は1、2、3が踊ってるんですよ。で、だいたいそれは16人で言ったら歌割り以外の人の振りなんで、で16人の歌割りの人たちを 1,2,3 がやったりとかするみたいな、ちょっといなんか伝わるかわかんないんですけど。で、STU の6人バージョンって結構いろんなメンバーがいろんなポジションを覚えるんですよ、フェスに出るメンバーとかで。そしたら 1,2,3,4,5,6 全部のポジションやったことあるメンバーが多いんですよ結構。まあ、全部はなくても1番と4番だけ覚えてるみたいな。1と4覚えてたらもう全部の振りが体に入ってるっていうことになるんですよ。え、わかるかな、伝わるかな難しい。そしたら16人の中に新しいポジションで入ってくださいって言われても全部いけるっていう、全部の振りは頭に入ってるっていう状況なんですよ。え、伝わればいいな、難しい。動線だけっていう感じ。ヘタレタチよとかめっちゃ分かりやすいんだけどな。伝われ。伝われ。だから歌ありの振りと歌割り以外の振りを全部覚えれるんですよ、6人バージョンやってたら。だから16人に入ってもどこの歌割りでも歌割りの振りが入ってるからなんとかなるっていう感じですなんか STU は結構そういうなんか歌割りと歌ってる人と歌ってない人が別々のことやってる曲が多くて、だからそう、でもね、新しく覚えなきゃいけないときは大変なんですよね。あ、伝わったら嬉しい。だから意外とね、そんなめっちゃすごいって言われるけど別にすごくはないそんなすごいことではないけど、まあそういう意味があってできますっていうだけですね、はい。うんうん、鏡越しで練習するのって覚えやすいの？いや、私ね、この間メンバーと話してたんだけど、私正面から見てる動画じゃ絶対覚えれない。背中からじゃないと覚えれないかも。なんか正面からの振り笛もう覚える気力がなくなる。でも大体正面からなんだよね、そういうのって踊ってみたとか正面じゃないですか。私はね、後ろからじゃないと覚えれないタイプ。反転できないからかな、自分で。難しいけどなんとなく分かりました。おお。まあそんな感じですかね。だからみんなで TikTok 撮ろうってなった時にみんな動画見て覚えれるからすごいなと思って。私は覚えれん。ちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん。オタクがミラーで振りコピして釣られることないんかな。
ファンの方すごいですよね。でも まあ振り込み STU にそんな振り込みする人あんまいないけど、でもしてる人とか確かによくごちゃごちゃになんない。でもたまにこういうなんかこういう振りの時ってなんかなんか教えてもらったんだよね。みんなが人は左から振るから私たちは右から振らなきゃいけないみたいなのがあったような気がする。どっちが逆だったかな。逆だったらごめん。だからそのまま鏡でやってくれたいんだけど、それをなんかすごい空気読める人が反転にしてくれたりとかするでも全然鏡でいいんじゃないかなってそういう時は思う。鏡でいいんじゃないかな。大変じゃない？だって反転反転するの大変じゃなかったらいいと思う。分かんないですね。そんな振りコピーする曲もあんまないので、どっちでするもんなんだろうって思ってました。正しさはないんじゃないかな、まあ、正しいの方で言ったら振りコピーじゃない、反転してる方だと思うけど、別に正しくはないんじゃないかね。どっちも好きな方にやってみたらどうですか。ヘタレの振り、私ヘタレの皆さんがやってる振りわかんないんだよねなんかこういうやつだよね。やったことないからちょっとわかんないな。なんかすごい揃ってるなと思うんだけど、なんかペンライトのでダンス皆さんが覚えてくださってるんだけど、私はやったことないからどういうやつかわかんないんだよね。こういうやつね、なんかパカパカこうこういうやつですよねYouTube でね他のメンバーが動画出してました。それ見るか。いやでもなんか普段はいやー揃ってるなー、すごいなーと思いながら見てますうん、覚えてみようかなマジで見たことない、見たことないっていうか皆さんがやってるのしか見てないかも。一回は見たはずなんだけどね、覚えてないな。桜の花びらたちとテモデモしかできない。テモデモの涙結構振りコピしてる人よく見るかも。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。これ左でやるってことじゃん。こう見た時にこうでこうってこと。私がこうやってる時皆さんは左からやるってこと。そういうことうんもし振りコピするのであればそういうことなのか。なるほどね。どんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。傘差してるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙ドゥルル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 ン。でも振りコピーする楽曲もっともっと増えたらめっちゃいいね。楽しそう。初めて覚えたダンスってあります？私はね、あのね、小学生ぐらいの時にね、ルカルカナイトフィーバー覚えました。ルカルカナイトフィーバー弾けるリズムに合わせてめっちゃ懐かしい。懐かしい。ボカロです。踊ってみた動画がめっちゃ流行ってた。ソーラン節、あ、ソーラン節も確かに初めて覚えた。
こ消毒しよう。いやーソーランソーランソーラン、はいはい、ねじり鉢巻ききりりと締めて、はあどっこいしょ。確かに。恋旬とかはヘビロテが多いね。確かにああいうなんかキャッチーなのは覚えやすいかもね。チュンチュンチュチュララッタッチャッチャッチ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 ッイエイイエイイエイ、周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん、地味な花は気づいてくれない、イエイイエイイエイ、カフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いてみたら知らぬ間にリズムに合わせつま先から踊り出す、褒められなちっちゃい今の気持ち、カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー、うん、あ、どんだっけ、そんな悪くないわ、へい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 、呼ぶには笑顔を見せること。感想がちょっと難しい。ちょ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 ろろ、ちょちょちょろろろろろ、ちょちょちょろろろろろ、ちょちょちょろろちょろろ。かわいい振り付けだね。ね。フォーチュークッキーいろんな踊ったバージョンあったの思い出すね。あとは心のプラカードとかもいろんなバージョンあったよね。見るの好きだった。スタッフさんのバージョンとか見るの好きだった。うわ、心のプラカード踊ったのに覚えてないや。こっち向いて一瞬だけ、あ、覚えてない、ドゥ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 みたいな、くれたら、うわー覚えてない、僕の気持ちが、悔しい、わか、ここしか覚えてない、あなたが好きですとそう書いておけたら、うん、汗をかいても告白できる、バイヤ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 イ、じゃじゃん。悔しいねこれは。懐かしい。チャリコン、チャリコンでもやってた。懐かしい。チャリティーコンサートの時はなんかフリップ持って、あの豪雨災害のチャリティーコンサートだったので、頑張れ瀬戸内っていうフリップをみんなでパパパパパってやってました。懐かしい。あれは結構大変でしたね。あの時のチャリティーコンサートのコンサート結構楽しかった。懐かしい。募金ありがとうございました。
懐かしいね、そんなこともあったね。いろんなところで募金箱を持ってて、本当にね、たくさんの方が募金してくださって嬉しかった。忙しかったな、あの時は。なんか今考えたら結構すごいすごい光景かもしれない。なんかあんまこう物販とかあんまそういうの STU やあんまねいないからさ、ライブ前とかライブ終わった後とかにこう募金箱持って立ってたの、なんか懐かしいな。もうやらないのかな。そうだね、もう募金は寄付しちゃったからな。もうね、ないかも。ありがとうございました、あの時は本当に。めちゃくちゃありがたかったです。うん、すごかったからね、雨が。こんばんは、こんばんは。5月ラストか、早いな。6月ってことはもうあと半年ってことになるってことでいいんですかね。そんなことがあっていいのだろうか。今年の目標、1個は叶えたから、なんかいろいろ目標決めたいな。計算したくない、計算。え、なんでなんで？早いからってこと？まあ確かに1年が早くてね、何したんだこの半年って感じしちゃうけど、私は結構下半期、あ、上半期か上半期充実してましたよ、充実してましたよ。一番は写真集だけど、あ、本当は皆さんに見せたいものがあったんだけど、今度見せよう。ちょっと遠くにあって、今パネルをね持って帰ったんですよ。皆さんの元にも多分届きましたよね、そろそろ。パネル2つ持って帰るのが大変でね、ずっと持って帰ってなかったんですけど、やっと持って帰ったんですよ。それをねみんなに見せようと思ったんだけど、ちょっとあまりにも遠いのと、あと私が下がパジャマって下がパジャマで立ったらパジャマが見えるから、ちょっと明日とか6月に見せます。結構いいんですよ、まだ実物見てないけど。私は今ねここに拘束されてるんですそうなんですちょっと恥ずかしいので、恥ずかしいので動けないです。悲しい。パジャマでも気にしない。違うんです、パジャマは第二理由なんですよ第一理由は何だと思いますか、こんなに動かない理由は。そうです、立つのがめんどくさいからです。起立できないです、一回座ったらもう 根が張って、ここに私ただ座ってるだけだと思ってるでしょ。違うんですよ、根っこ生えたんですよ今。株だと思ってください、私株
株です、大きな株です。だからちょっと取り行けないですね。身の回りのものを全部この近くに置いてあるんで。どっかね行くにはね、おじいさんとおばあさんとか娘とか猫とかネズミとかもろもろいりますね。必要です。最近ね、夏用のシーツとかあとブランケット買いました。見てください、このもうこのブランケットをね羽織るだけで何になると思います？美容室のお客さんになれるんですよ。か、まあサウナの客か、まあどんぐりかな。でもね、買ったはいいもののね、まだちょっとこれだけでね生活するには寒いからね、布団だけはまだね冬用の使ってる。若干寒いんだよな、雨降ってるからかな。なんか梅雨入りしたらしいんですよね、広島。早めの、そう、でもブランケット買いました。なんか私ブランケット今まで全然持ってなかったんですよ。なんか毛布とかはまあ冬だけ使ってたりしたんだけど、ブランケットってなんかめっちゃいい。なんかタオルをさ、昔から使ってるタオルめっちゃどれだけ汚れても手放さないなんか症状みたいな、タオルケット症候群みたいな言うじゃないですか。なんかその気持ちがわかる。なんか安心感がすごい、自分のタオルっていう、自分のタオルケットへの安心感がすごい。多分これもあと6年以上も置いてると思う。ぐらいね、なんか普通に座ってるだけでこことかに置いてる、お腹らへんに安心感があります。そう、最近でも暑いからね、熱中症には気をつけてください。まあまあでもまあまあまあ、この間雨降ってんのに気温が24度とかでもどういうことって思いました。暑すぎて最悪な気温だった。じゃ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 。推しの子のさ、アイドルって曲あるじゃないですか。誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドル。これさ、なんかマイキューがよく歌ってるんですよね。まあよく歌ってるっていうか、なんかたまに歌ってるんですよ。でもね、なんか聞いてたらね、なんか誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極のアイドルって急にね、なんかここだけすごいウィスパーボイスで歌ってくるんですよ。なんかそれがギャグなのかギャグじゃないのかわかんなくて、何みたいな、それは一体何なんですかって言ったんですよ。アイドルみたいな、なんかすごい、なんていうんだろう、アイドルみたいな、なんかこうしてか急に、それまではめっちゃ可愛く歌ってるのに急になんかさーってなんか空気が抜けてくんですよ。で、なんでですかって言ったら、いや高いんよねって言ってて、歌ってみって言われて、
だってそんな原型で歌うことあんまないから、え、みんな原型で歌うのかな。私歌えないと思ったら下げるけど、キーだから前急に歌ってみって言われて、だから誰もかって言ったら、いや違うじゃんみたいな、キーが違うじゃんって言われて、なんか、まあ、私がそうなのかな、キー下げて歌う人多そうだけどな。だって無理にね、そんなウィスパーで歌うよりは、え、どうなんだろうっていうね、そんなことがありました。君は完璧で究極のハイド、え、これ英語バージョンもあってね、英語バージョンすごかった。なんか韻の踏みが日本語と一緒で、でも私が英語バージョンで歌うとしたら全然下手くそでびっくりした。じゃんじゃんじゃ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 ん、いて、これは絶対嘘じゃない、愛してる、推しの子のコラボカフェ行きたかったけど今日までで行けなかった、残念。スイパラ行きたかったんですけどね、なかなか。マイキューがオキちゃん一蘭にハマってるって、一蘭よく行ってる最近。こないだもね、みなみさんと一蘭行ってきた。あ、主にマイキューと行くか、か、まあ一人の時もあるけど、一人の時はそんなに頻度高くないか。治安ね、いいよね。ラーメン嫌いのおきちゃんが、私ラーメン嫌いなわけじゃないんですよ、ただ一蘭はなんか美味しいよね。美味しい、なんでだろうね。自分でやっぱこう濃さとか選べるからか。きちゃんのオーダーは、いや私なんかあんまりこう固定のオーダーでやってるわけじゃないんだけど、決まり事だけはあって、まずあの赤いあの秘伝の粉を入れない辛いやつ、やっぱねちょっと辛いのが苦手だから、あれはゼロで、ネギは青ネギ。なんか前にまいちゃんに白と青同時に入れられるよって言われたんやけど、白ネギと青ネギなんか入れてみたら、私は青ネギの方が好きってことに気づいて、両方入れれるけど青ネギ一択で、麺は柔らかめ、だから濃さとかはその日の胃のもたれ具合によります。あとゆで卵頼んでる、めっちゃ美味しい、ゆで卵めっちゃ美味しい。あとたまにラムネを頼んで、まいちゃんと二人でこうラムネで乾杯したりしてる。まあまあまあ割と言ってましたね。でもね、やっぱちょっとカロリー気になるから気をつけたいところですが、そう、飲み物のラムネ売ってるんですよ、あのチャリン瓶の方かな。まあ確かに言ってた、最近はまあそうだね、うん、そうだね、行ったね、一昨日ぐらいに行ったかも。うん、結構行ってますね。はいはい、一昨日ぐらい、まあそんぐらい、そんぐらいですね。24時間やってる、そうなんよ、あれダメよね、24時間やってるってよくない。たまにね、ほんとにたまに深夜に行くんだけど、深夜なんかに行ったらやっぱ罪悪感がすごいから、やっぱ深夜にはなるべく行かないようにしたい。なんかなんであんな背徳感すごいんだろうね。でもめちゃくちゃ美味しいんだよね。
ちゃくちゃ美味しいんだよね。びっくりするぐらい美味しくて、びっくりする、すごいびっくりで挟んじゃった言葉を。そんなにラーメン食べるって知らなかった。いやでも頻度はね、ハマってるって公言したくないな。ハマってるって言っていいほどはね、そんな頻繁には言ってないんだ。まあでも確かによく食べてるかも。クマありがとうございます。クマでもめっちゃ美味しい、ラーメンは一番美味しいですね。一人ラーメンいけるんか。一蘭なんてだってね、一人で行くべし、ラーメン屋さんすぎて、あれはいいよね結構多い、女の人も、女の人も多い。そんな感じです。最近よく行ってます。でもちょっとやばいなって思って、今日もちょっと夕飯とかは炭水化物は抜けました、さすがにこの間ラーメン食べたんでね、そういう気遣いはしてます。一応してます、アイドルなんで。昨日も今日もちゃんと炭水化物は抜きました。でも意識高めようと思って結構へそ出しの服着てる。今日もへそ出しなんだけど、でも今日はちょっとさっきご飯食べちゃったから、ちょっとプニってる。汁物食べたから。二郎系はさすがにきついかな。二郎系行く気ならない、行く気ならないって言ったらあれだけど、あんま行こうって思わないんだよな私。ショールームで見せて。ショールームはちょっとな、やっぱメールとかスペサポに載せようかなそんなお腹に価値があるとはあんま思わないけど、私のはね、まあスペサポとかに載せるかな、明日のメールとかに載せようかな、有料コンテンツでもそんなあれですよ、セクシーじゃないですよ。なんかどっちかって言ったらなんかスポーツジムですかみたいな格好してる。今月もよろしく、よろしく。腹筋見ましたので。でもあずささんにね、今日めっちゃ鍛えてるじゃんって言われてね、あの藤原あずささんに、まだ残ってんのかなと思ってちょっとだけ嬉しかったくんもありがとうございます。自分ではちょっと減ってるなって思ったけど、それだったら嬉しい。ジム行ってないのか。行ってない。最近もレッスンとかライブでしか動いてないな。ダメだよね。動かないね。
ギフトありがとう。服と髪型めっちゃマッチしてる。服と髪型今日本当はね巻いてたんだけどめっちゃ巻き取れちゃった、残念生きてるだけで偉い、ありがとうございます、嬉しいね。姫カットではないんだけど、確かに触覚ちょっとなんか揃いすぎ髪ショートにせんの、ショートはもうしないかもしれないけど、伸ばしはめっちゃ伸ばしはしないかも。なんかでも私天の弱だからあんま言わない方がいいよ、なんか反対の行動しちゃうから気をつけて気をつけて、私は分かるんだ、自分のことが分かるから気をつけて、お気をつけてくれ。いや いいんやけどね、別に言っても全然いいんやけど、言われましても全然言ってくださっても構わないんですよ。気をつけます。いや全然全然気をつかなつけなくてもいいんですよ。あ気をつけて、まあ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 難しい難しい。気をつけて気をつけた方がいい、あまあ今がいいって思った時なんかそっとしといた方がいいかもしれない。これ取説取説、この度はこんな私を選んでくれてどうもありがとう、ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで優しく正しく扱ってね、一点物につき返品交換は受け付けません、ご了承ください、ちゃっちゃんちゃっちゃん、取説懐かしい。歌唱力で歌った。今日の公演楽しかったよ、久田より、ありがとう。そういえばさ見てほしいんですけどね、指輪をねこの間ね買ったんですよ、この2つ同じところでね、なんかまあパルコのすごいセレクトショップみたいなでね、まあ、これは指輪なんですよ、聞いてほしい、メールにも送ったんだけどね。で私はシルバー系が好きなのでね指輪買ったんですよ、あごめんちょっと指が、でこれがねなんかこういう形の なんだこんなんがいっぱい置いてあったんですよ、で値段だけが書いてあって、でこう指にはめてみたんです、あなんかこれ結構ちっちゃいなみたいな、小指にしか入んないなって思って、これねすごい光沢が可愛いんですよ、ちょっとあんま分かんないけどすごいこうやって光に当てたら光沢がすごいんですよ。でねあこれか、まあ、でも可愛いなって、これちょっとちっちゃいけどこの色味は可愛いぞって思ってね、まあ、ですごい店員さんのお姉さんとかもすごい話しかけてきてくださって愛想も良かったんで買ったんですよね。レジ持ってったらはい指輪が1点イヤーカフが1点って言われて、えこれ指輪じゃなくて耳だったんですよ。でもなんかイヤーカフとか普段つけないし、ほらなんかイヤーカフってピアスしてる人の方がなんかつけやすいイメージある、こうらしいんですよ本当は。知らなくて
まあ、こうでも可愛いか。可愛いかも。でも、一応、それを、こう、私は、ぐってちょっと広げて、ここにはめて、ぐってして 指輪として使ってる。でもね、指輪に見えますよね。そうなんや。広げてます、ぐって。力はっていうね、おっちょこちょい、まあ、おっちょこちょいなのか、これ私が悪いのか。いや、まあ私が悪いんだけども、なんかどう見ても指輪にしか見えなかったんだよね。いやこう周りに置いてあるやつもね、めっちゃ 指輪だったんですよ。いやでもこれは私が悪いな、確かに。たまにこっちにつけてるかもしれません。っていうね、はい、不思議なことが起きました。小指以外つけれないんですよ。ほら、第一関節まで全部試してみたけど、唯一唯一、しかも右じゃない、左の小指のみ なんか右ダメだな。左の小指限定です。鼻はちょっと引っ掛けれるのかな、どうなんだろう。引っ掛けれてもあんまつけないかも。そうなんですよ、っていうねことが起きました。むくんだら入らなそう。いや絶対入んないと思う、本当に一か八かでつけてる 一か八かでつけてます。まあでも可愛いから、可愛いからよしとしようかね。なんかついてる。あ、取れない。取れた。うん。抜けなくなったら消防署で切ってもらえる。指輪って怖いよね。私も結構指っていうか、なんか指の骨が太いタイプの人間だから、骨で引っかかる時ある。めっちゃ怖い。だから閉じ切ってない指輪の方がちょっと安心する。こっちタイプっていうよりは、こうグッと広げれる方が安心する。もう45分だって。早いね。早いんご、早いんご。そろそろ終わろうかね。5月ありがとうございました。ねえ、本当にねえ、6月はいっぱい会える機会があるといいな。皆さんとたくさんお会いできますように。明日誕生日おめでとう。たまには一曲歌ったし、今度歌おうかな。カラオケ配信したいね。ぜひぜひ。2度目のマイカー公演楽しかった。ありがとう。私も公演楽しかった。ではちょっと早いんですけども、そろそろ終わりたいと思います。ショールーム、では、壇上のお時間に行きたいと思います。
礼します。面接みたいな言い方しちゃった。13位背番号48さん、12位杉谷さん、11位南波の久人さん、10位ウィルさん、9位ジェリーさん、8位柿平さん、7位ゆるキャラアルコールさん、6位和則さん、5位ロジックさん、4位があっちゃさんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。そして3位がホクさん、2位がくぼちゃさん、1位がとうとうさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。そしてとうとうさんタワーもありがとうございました。ということで、今日の配信はこれで終わりたいと思います。日曜の花だれも楽しみね。花だれ公演もよろしくお願いします。皆さん今月お疲れ様でした。まあまあまあ明日もお仕事と学校あると思うけど頑張っていきましょう。今日は公演もありがとうございました。また明日、大好きやで、ありがとう。メールとかもね、また明日からスタジオご紹介メールをね送りたいと思いますので、ぜひぜひ。バイバーイ。3、2、1、バイバーイ。ありがとうございました。